毛利豊元は、室町時代の秋国の国人。毛利氏当主。貧乏守護三名勢豊の帰下として、河内、金位を転戦した。豊元の名も、山名正豊か,から返記を受けて名乗ったもの。応仁の乱では、税豊が東軍であったため、豊元も東軍に属し、京都で戦乱の日々を送った。しかし、東軍側の毛利氏への措置に不満を抱いた豊元は、 文明三年に帰国すると、西軍側の有力大名の大内正宏に味方して、所領を取り返した。これ以後、毛利氏は、大内資産家の国人領主の一つとなる。豊本は、東軍支援の特性一揆を鎮圧したほか、大内氏の秋支配の本拠、鏡山城を包囲した東軍を追い払うなど、大内氏の秋への勢力慎重に貢献することとなる。この選考により、 大内正宏から、最上盆地の一部を所領として与えられた。また、ビンゴ国では、西軍の山名正豊を助け、元の主である、東軍方の税豊の軍勢と激闘を繰り広げ、これを撃退し、セラ大地の一部を獲得した。文明7年11月24日付で、着南千代と島るに、本領の他に新たに獲得したビンゴと秋の所領を、別紙で同時に譲っている。 文明8年5月28日に33歳で病没した飲酒の害が原因とされる死没年月日は炎徳3年7月4日。ありがとうございます。